広電開館とは、広島市西区小井本町の広電西広島駅、小井電邸に隣接して建っていた、広島電鉄の所有するビルである。2018年5月から解体工事が開始され、2019年6月に完了した。1964年に、広電西広島駅、小井電邸のターミナルデパートとしての位置づけとして、開館。地上6階、地下1階建てで、 エレベーターと階段に加え1から3階はエスカレーターで結ばれ、各テナントは広電デン工さんの運営するショッピングセンター広電で、開館以来西広島地区の中心となるショッピングセンターとして利用されてきた。地下1階が食品スーパー、1階は食品中心、2階は医療品、3から4階は文具店、書店、 時計や100円ショップなどのテナントが主に入っていた。また1階部分は、恋伝邸の上り側ホームと一体になった構造で、2001年10月に恋伝邸が広電西広島駅のホームに統合され、同時に改札口が廃止されて、以降は、広で、う横丁と称され、既存のテナントや自販機に加え露店が設けられたり、していた。 2017年2月3日に公表された広島県の耐震性能調査において、震度6強以上で倒壊、または崩壊する危険性が高いとされたが、建て替えや耐震化については長らく計画されていなかった。しかし2017年5月9日、営業見通しの発表とともに、耐震性の不足を理由とした広電会開館の取り壊し方針を公表。 テナントの退去手続きを済ませ、2018年3月31日に閉鎖された。そして同年5月7日から解体工事に着手、翌2019年6月に完了した。跡地利用は未定だが、広電西広島駅、JR 西広島駅の駅前には、広島高速交通広島新交通1号線が、延伸乗り入れすることが決まっており、 その金合いでの活用が検討されていると報じられている。なお、それまでの3年間程度の暫定活用として、賑わいづくりのためにパブリックスペースや小規模店舗のある施設、コイプレイスを2019年12月22日に暫定開業、翌2020年2月22日にグランドオープンとして正式開業した。コイプレイス広電西広島駅構内から見た。 コイプレイスなお、開業当時は、地下1階から2階が、食品から医療品まで幅広く販売する、ヒロデンストアの直営売り場で、当時としては、珍しいスーパーマーケットだった。ナス生館作の、ズッコケ三人組シリーズにおいて、主人公たちが住む花山町の、花山デパートのモデルとされており、それを示す看板も設置されていた。ABCDE。 広で、開館3月末で、閉鎖地区53年で老朽化。日本経済新聞。https、www. 日経 .com、アーティクル、ジャックスムーズ 27526470Y8A220C1LC000、2018年11月2日、閲覧。 中国新聞2017年2月11日18班25面、広島電鉄、車両更新など、負担増で今期、初の連結営業赤字に、日本経済新聞、https、www. 日経 .com、アーティクル、ジャックスラソ16154240、Z00C17A5LC000、 2018年11月2日、閲覧。広で、海管の解体について、広島電鉄、http://www.hiroden.co.jp t o p i c s 2018 0420-tismantle.html2018 年11月2日閲覧。 JR 西広島駅を再開発、アストラムを延伸、ヒロデンと参戦の理解に、日本経済新聞、ouais、https コロンスラッシュスラッシュ www. 日系 .com スラッシュアーティクルスラッシュ dgxlasjb26h2ew77 アンペア7 1 0、uh、c 1 l c 0 0 0 2 0 1 8年11月2日、閲覧。 広で、海岸跡地の暫定活用について、広島電鉄、https コロンスラッシュスラッシュ www.hiroden.co.jp スラッシュトピックススラッシュ2019スラッシュ 0830-center.html2020 年1月6日閲覧広で、海岸跡地暫定活用。 恋プレイスプレオープン記念イベントの開催について、広島電鉄、https コロンスラッシュスラッシュ www.hiroden.co.jp スラッシュトピックススラッシュ2019スラッシュ 1218-koiplace.html2020 年1月6日閲覧広で、海館跡地、チ、恋プレイスがオープン。 中国新聞、https://www.chugoku-np.co.jp/.local/.news/.article.php、コメント ID、id="615,624",& コメントサブ ID、id="0& カテゴリー ",id="1122020 年2月24日、閲覧。ありがとうございます。